そちら方向からやってきました。こういった住宅街っていうかな、ね、ガードレールの右側ですね。こういった細い道を下っていきます。前はね、温泉表示板はね、あのガードレールにくっついてたんですよ。ああ、出てます、出てます。面白いね、でもね。不思議だね。まあこれ、ボーリング星っていうかな。もう、地中深くから湧いてきてるんですけど。まあこれね、お湯ではないんです。まあほとんどもうね、水です。まあそれに二酸化炭素かな。あ、勢いが良くなってきたね。まあ撮影されてるのも気がついたんでしょうか。これね、炭酸なんで、まあちょっと、まあ手に取るっていうのが、まあ大変かな、みたいな。まあ指紋が薄くなっちゃうかな、みたいな。どんどん勢いが良くなってきます。何か上の方で喋ってるなぁ、なんて。まあそんな感じでしょうか。まあ、被写もあることはあるんですけどね。あ、向こうの方にね、自然と、まあね、まあ、自然放流。これね、まあ、源泉標識。温泉地名、磯部温泉。まあ、源泉名、峰高泉。かっこ、下切りすずめ源泉。こういった感じでね。まあ、ほとんど空欄なんですけど陰線としての利用はできません。まあ、標識を設置したのは2017年の11月20日です。でもすごいね、ここねこれでも植物は茂るんだね。あ、また撮影しないと。こんな感じ。どうしようかな。ちょっと、まあ、口に含んでみようかな。どうでしょうね。どんな味がするんでしょうね。もちろんね、飲んじゃダメですよ。塩分が強すぎますからね。まあ、腎臓をね、まあ、やられてしまいます。はい、それではね、まあ、こちらの被写でいいかな。綺麗かな。水です。うまく飲めないぞ。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、塩味なんですけど、まあ、そんな酸味は感じないんですけどね。まあ、感覚的に飲み込めないなっていう感じはします。地中からやってきたかなって、そんな感じです。はい。まあ、こちらがね、峰高泉さん。まあ、こういったものでね、まあ、磯部せんべい。まあ、作られるんでしょうね。また温泉街を散策しているとほんのりと甘く良い香りがするのに気づかれたと思います。この磯部の地では明治18年1885年、大手万平氏が開発し、今でも温泉を利用して作る磯部せんべいが
土産物として盛んに焼かれています。磯辺の温泉は塩分と炭酸を多く含んでいることから、せんべいの調味料や膨張剤として活用されます。まあ、焼き上がったせんべいはサクサクとした軽い歯触りが特徴のお菓子として、老若男女を問わず高い評価を受けています。勢いが良くなったね。すごいね。でもね、まあ、こういうのを見るとね、まあ、地球は生きているかなって、そんな気がしますよね。不思議だね。